参ります。どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。 MJ です。はい、今回はじゃじゃん、もう見ての通り、はい、はい、最近有名ですよね。パデルを、はい、はい、僕と MJ と、はい、ちょっと勉強させてもらいか、はい、もらおうかなと思います。はい、で今回なんですが、お二人のコーチに、ついていただいてちょっと教わっていこうかなと思います。はい、すいませんが自己紹介よろしくお願いします。はい、富田和樹と申します。で現在は、スペインでの、バレンシアで活動拠点を移していて、今日はトモヤン YouTube のチャンネルのために。日程を合わせて帰ってきたのでよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、碧のぞみと申します。ここ大井町でパテルのコーチをやってます。はい、特に他に肩書きはないんですけど。まあまあ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、正直パテル初めてやるんですが、もう違いって言ったら大きく僕らね、分かるとしてこう壁を使ってそうですね打つとかいう、もうそれぐらいしか分からないんですが、はい、何かこうテニスと違ってなんか醍醐味みたいなあれば。そうですね、運動量もね、まあ、すごそうなイメージ。そうですね、ラリーがやっぱまず一番やっぱ続くっていうのが、まあ、一個醍醐味かなって思います。やっぱりテニスってこうちょっとこう届かないようなところに打たれるとやっぱりもう終わってしまうところがあるじゃないですか。はいはいはい。ただまあパデルっていうのはやっぱコートも狭いですし、まあ、さっき言ったようにこう壁を使えるので、うん、すごいこうラリーがいっぱい続いて、まあ、その分こうなんだろう、フィジカル的な要素も大事なんですけど、それよりもこう判断力とかこうなんていうんですかね、ショットの選択がすごくこう勝敗のまあ鍵を握るというか、うん、まあ、そこがすごい僕は醍醐味かなと思います。そうですね、天性だと追いかけもうエースですもんね。そうなんですよ、ね、壁を使ってそうなんです、ね、返すとちょっとバーンって打てばいいっていうものでもないんで。なるほどなるほどなるほど。そうなんです。頭言いません、これちょっと。そうですね。ちょっとこういやらしさというか。なるほどなるほど。いやらしさだけは頭はなくても。はい、じゃあちょっと僕の実況を体験させてもらいますので、はい、はいはい、いちいちよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では僕たち練習させてもらうんですが、やっぱり壁を使ってっていうのがどうしても難しいということで、はい、ちょっと教わっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまず、フォアハンドの方からやっていきたいと思います。はい、で、まず基本的に 大事になってくるのが、コースを隠さないとパデルはいけないので、テイクバックはコンパクトにします。なるほど。はい、テニスみたいにこう大きくしますよ。なるほど。なるべくコンパクトに。はい、で、高さなんですけど、まあ、そのボールによって違うんですけど、基本的に、腰と膝の間で、ボールを打ってもらいます。そうです、はい、そうなんです、はいはい、でその理由としては、パネルってロブとか、なんですかね、ストローク、そして前に落とすボールがあるので、ここからならどのショットも打てますよね、はい、なのでコースが隠れるんですよ、はい、なので打点は基本この間で打ってあげましょう。はい、じゃあちょっと見ていただきます。はい、いきます。はい、コンパクトに。すいませんでした。コンパクトにしてあげて打ちます。はい、コンパクトに。テニスみたいに大きくやってしまうとアウトとかコントロールができなくなってしまうので、コンパクトにしてあげて前に出してあげる。でこの時に、体が浮いてしまわないですね。打った後に浮いてしまうとボールも浮いてしまいます。なのでなるべく打った後もこの姿勢のままやります。わかりました。はい、ではちょっとやっていきましょう。勝った方じゃんけん、ほい、よしです。はい、よし。お、そうですね、いい感じですね。いい感じ。はい、よしです。素晴らしいですね。はい、コンパクトに。はい、素晴らしい。いいですね。あ、なるほど。完璧ですね。はい。はい、あ、そうでしょ。全然膝曲がってない。あ、いいですね。打ち合った後も、体が浮き上がってないと、ボールがちゃんと低くいってますね。あ、そうそう。はい。じゃあ、あと2球くらいで。はい。出しします。はい、出す。素晴らしいです。あ、なるほど。でもめっちゃ足しんどいっす。曲げてるんで。そんな曲がってなかったよ。自分では曲げてるんですよ。お願いします。お願いします。いきます。はい。はい、あ、これセンスないか。素晴らしい。
はい。ボールをもうちょっと押してあげるイメージでいきましょう。押しますか。はい。はい。押してあげましょう。いいですね。はい。完璧です。はい。がしんどいですね、これなんかでも、ダーンって打ちたく ならないですか。なるなるこう、こう行きたくなりますよね。スピンかけたくなりますよ。わかるわかるわかる。なるほど。それで分かってきました、はい、かとかもね。丁寧が大事ですね。確かに、はい、はい、壁を使うってこんな感じですね。このテニス、はい、これだけじゃないですか。そうですね、飛んでくるから、はい、だからそれをこう打ち返すだけなんですけど、こっちで跳ねるっていうのが確かにないんで、はい、途中でよりこう、こう足使わなかったですね。そう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 、ステップインしないとね。後ろから来るのもありますけど、はい、見てください。なるほど。横もありますから見ていたこれは本当に忘れてた。横もあるんで、ね、ちょっと見たいですね。見たいですね。いける。じゃあちょっとやってみましょうか。横バージョン、はい、横バージョン、ちょっと横もやっぱり2種類あるんですよ。横の壁当たってから、はい、ああ後ろの壁当たる、はい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 、で後ろから前に来るやつもあるんで、はい、ちょっと見てみます。なるほど。これめちゃくちゃ難しくないですか。最初後ろからで、はい、どういうことですか。はい、これは前に行きます。わかんないですよねこれ前ですね。なるほど、はい、これ今後ろついて横ついて横打ってらっしゃるんですよね、はい、あ、なるほど。で横こう壁だと下がんないといけないですね。こうこういうふうに。いや難しいこれこういうことですねこれは難しい。あ、回ってみましょうか。回る。じゃあ、こっちですね。結構回るんですか。なるほど。回るんですよね。こっから。それちょっと。おお。なるほどね。これはちょっと難易度が高いですね。これはでも。おお。もう逆じゃない？あ、そうです。そうです。もう一回チャレンジしてみましょう。外、横、後ろ、バックスね。そうです、そうです、はい、参ります。僕だけやりたい。あー、ちょっとね。あー、ちょっとね。あー、ちょっとね。だ、並んできました。ちょっと難しい。ちょっとやってみてください。めっちゃ面白いね、けどまずでもあえてもう取ったから、もう俺周りから回るから行きます。回るのも近く、でも俺いやもうターンの瞬間にダーンって。あ、オッケーオッケー。すごく気をつけてください。ポテンシャルでどうにか。お願いします。おお、うまい。で、ダーン投げちゃった。こうくれでしょ。でもこうはならへん。これを取らないといけないですね。ワンボン高いよ。難しい難しい。おお何されたなりそうでしょ。動きぎこちな。ラストお願いします。はい、もうこれだけ。いや、確かに無理っすあれ。MG よりできた気しますけど。では次ね、パデルの中でも一番使うショットである、はい、バンデハです。バンデハ説明をお願いできますか。はい、はい、テニスなら、まあ、ロブがこう上がった時に、まあ、基本的にスマッシュしか打たないじゃないですか、はい、でただパデルでそれをやってしまうと
あもう簡単なジャックを返されてしまうんですよ、はいはいはい、そうだからできるだけこう跳ねないように跳ねないように打った方が本当は強くて、だからこうテニスみたいにこう上にボール取りに行くのではなくて、ちょっとこうスライス回転をかけながら打ちます、はい、そうすると低くこうさっきよりも弾むじゃないですか、はいはい、これをやられると向こうもこうまたディフェンスをずっと強いられるっていう、カウンターできると強いられるっていう形になるので、なるほど、まあ戦術的に有利な状況がずっと続くかなっていう形です、はいはいはい、なるほど、はい、わかりました、はい、イメージはつきました、はい、イメージつきましたできるかは怪しい、はい、1個ポイントとすると、はい、やっぱこうダウンスイングなので、こう構えてからこうラケットがこう打ってこう落ちてしまうとこう、ね、うん、上に入ってしまうじゃないですか、だからちゃんともう上にこうラケット掲げたまま、そのまま振り下ろしていくっていうのがすごく大事です、なるほど、もうちょっとこうテニス例えると、まあ、ハイボレーをちょっと振るみたいな、そういうイメージですね、なるほど、はい、分かりやすい、分かりやすい、さすがコーチ、さすがコーチ、はい、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、はい、じゃあはい、あ、いきますか、はい、跳ねないようにね、壁から、なるほど、何ですかね、ああ難しそう、結構難しいです、跳ね出ます、アウチ、跳ねてますね、結構こうスライス、そうですね、スライスかけた方がいい、聞きました皆さん、カバンできなくなった、バンジャーじゃない、ただのスマッシュ、はい、やっぱこう見てもらって分かる通り、こうこっから一個入ってるんですよ、そうスローモーションしたら多分分かりやすいと思うんですけど、こう入ってるんで、すごいこうボールをやっぱ弾くっていう形になってるので、ボールがやっぱり上にちょっと跳ねちゃうんですよ、ね、本当にガチガチに、あ、なるほど、ボール上がったらすぐガチって構えて振り下ろしていただくと、これ難しいな、難しい、やっぱ跳ねない、なるほど、っていうのと、あとはやっぱりダウンスイングなので、ラケットのこの構えた位置と打点がやっぱこういう位置関係、要はラケットが上、打点が下ってならないと下に触れないじゃん、テニスの打点、スマッシュの打点でこう上にやっぱり高いところで打ちすぎると、はい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 、やっぱり角度もついてしまうので跳ねやすい、ちょっと落とし気味、目線の高さぐらいでこう、あとちょっとまあ右側、まあ、野球でいうとオーバースローじゃなくて、まあ、ちょっとサイドスローではない、スリークォーターぐらいで打ってあげるともっといいと思います、はい、なるほど、死ぬほど落とした方がいいですよ、あ、今のあ、入ってた、今、あ、今のですか、分かりました、あ、セコントロールコントロールしてくださいついちゃうんです、あ、うまい、あ、よろしくお願いします、おー、あー、これを、クロス探すの難しいです、サイドスピンはかけません、サイドスピンはかけません、めっちゃ難しいサイドスピンをかけるとまた違うショットになります、そうなんですよ、ね、今ちょっと細かい差なんですけど、めっちゃ難しい、じゃあ俺新しいショット生まれる、それはもう言わない、あ、そうですね、なるほど、ちょっとじゃあ書きすぎてるんです、そうです、ビボランっていうのがラケットがこう入ります、あ、はいはいはい、バンテハっていうのがラケットはこう入ります、こう入ってる、はい、めっちゃ難しい、ここを使う、テニスで言うと横のガットに引っ掛ける感じですね、縦の普通よりも、まあ、あ、今のがバンテッタです、これがバンテッタで、これが
言葉の違いしか分からなかった。トムヤンがやってたのはビボラン。でも一番使うんですよね。一番使うのできないって大丈夫ですか。もうテニスでいう、もう普通にこのラリーと同じです。本当。はい。あれを壁当たって使うみたいな感じですか。こんなんはない。あれだからそうですね。あのバンデハ打たれてこっちは壁で返すみたいな。それの応酬って感じですか。そうですね。こういうロブとバンデハのラリーがいっぱい続く感じです。あ、じゃあストロークでパンパンっていうのはほぼあんまないんですよ。ないっすね。あ、ないんないです。ストローク対ストロークはほぼないです。ないです。どっちかが必ず前に。勝てる見込み一瞬でもゼロになりました。ゼロになった。ゼロになりました。あの守備でしょ。ゼロになった今。一生やられましたとか。なるほど。ちょっと。思ってたより難しいですね。奥深いっす。奥深い、はい、はい。ちょっとでもそれなりに頑張っていきたいと思いますので、じゃあちょっとこの辺で練習はあれとして、はい、またボール拾って、はい、やってみましょうか。はい、じゃあ頑張っていきます。Thank you.